DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギスターシーよアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたかうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てない。お疲れ様です。今日も高源氏さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。今日はですね、現横綱白鵬の、はい、横綱らしいその品格がないってよく言われてるんですけれども、はい、横綱とは何だと思いますか？高野花親方の弟子として力士でやっていって、高野花親方が常に横綱とはどういうものかっていうのは言われてきたんで、自分は横綱じゃないんで白鵬関にもの言える立場ではないんですが、自分のあくまで高野花親方を見てきた人間として横綱っていうのは品格がやっぱ一番求められるところっていうのは常々言われてきました。その横綱の品格っていうのはどこから学ばれたっていうかいうのが品格なんですか？土俵上での所作だったり態度っていうのはやっぱ一番最初に皆様の目にはつくところだと思うんですけど、横綱っていうのは基本的に自分は貴乃花方に教わったのは、自分より下の番付の人たちがとにかく何でもしてこいと、顔面張ってこようが何しようが最後に勝つのが横綱だと、相手をダメ押ししたりせずに負けた相手には手を差し伸べると、日本の歴史の武道からも来てるんで、殺すも殺さないも勝った側が決めることじゃないですか。そういうところから貴乃花方は勝っても喜ばず、やっぱ相手があることなんで、礼に始まって礼に終わるっていうことで、人前で嬉しそうなガッツポーズだったりせず堂々とするのが横綱だと、勝って当たり前なのが横綱なので、そこで喜んではいけないと。自分が貴乃花方に教えてもらったのは、普通の力士は関取は8番が勝ち越しなんですけど、横綱は12勝からが勝ち越しだと、それ以下は負け越しだって常々言ってました。その中でも何でもさせて最後に勝つと、横綱同士ってなったらまたそれはもう別なんですけど、同じ力量で戦うんで自分から攻めたりすることはあると思うんですけど、基本的にやっぱり横綱と思われないようなことはしないですね。貴乃花方も言ってましたけど、世間の方々とかが横綱じゃないって思われる時点で横綱じゃないんだと、みんなさんが認めてくれるから横綱であって、横綱っていう地位だけが横綱ではないと言ってました。強い人のあるべき姿っていう感じですね。そうですね。相撲自体がやっぱ歴史が長いもんで、はい、江戸時代前から、いや、もっと何千年も前から、2000年ぐらい前からあると言われてますね。はい、その伝統が残ってるんですか？いやー、でも、はい、なんですか、やっぱ昔の相撲っていうのは文字にして相手を殴るって書いて相撲なので、昔は金敵目つぶし、蹴りも踏みつけるも殴るも何でも OK で、頭突きでも何でも OK だったんですけど、時代が経つにつれて競技化するっていうところでは神事でもあるので、偶はなし、踏みつけるなし、金敵目つぶしなしと、そういう感じになって今に至るんですけど、横綱っていう地位ができたのも、まあ、最近っていう言い方はあれなんですけど、2000年っていう歴史からしたら最近で、江戸時代の後期から横綱っていうのができたんで、もともとは大関っていう地位が一番上だったんですね。この長い、まあ、2、300年の間でもまだ70何人しか横綱になれてないんですよ。選ばれた人しかなれない。考えたら少ないですね。はい、そうですね。その70何人の中で一番立派な横綱は誰だかって言ったら、いや、もうそれはもう貴乃花親方だと思います、はい、そこだけは絶対にそう思います。他はいらっしゃいますか？北の海関だったり、はい、大鵬さんとかどうですか？高取り関のチャンネルでも言ってますけど、うん、大鵬親方は、まあ、26歳まではガチンコだったんですけど、基本的に後半はやってるんで、貴乃花方も言ったんですけど、まあ、33回優勝してても、うん、結局八百長だったらそれは意味がないっていうことを言われてましたね、うん、巨人大砲卵焼きですよね。本当そうですよね。まあ、でもあの時代、今はやっぱ野球選手の方がすごい稼ぎありますけど、あの当時の
日本円の価値で年収20億って言ってましたね、大鵬親方。だから王貞治さんとかの収入聞いた時にそんなもんかって言ってたみたいなんで、相当あの時代は稼いだみたいですね。自分がその時代の子供ですから、ね、大鵬な、そうですね、王さん、長嶋さんの時代ですからね。50円とかで何でも買ったりするような時代ですよね。10円で買えましたね、駄菓子で行けば。そうですね、その時代に CM1 本1億とか、はあ、もう相当すごかったんですね。そうですね、テレビがまだ白黒でしたからね、国民的な、ね、そうそうですね、というか人気者で、はあ、横綱白鵬はその中でどう思います？文化の違いもあると思うんですけど、そうですね、人種の違いがありますよね。モンゴルの方々は、日本人はいくら先輩を越しても先輩は先輩として立てなくてはいけないってところなんですけど、モンゴルでは上にいるものが偉いっていう感じなんで、先輩であっても下になったら下なんで、そこがやっぱり違うところだと思いますね。モンゴルは強いものが上で、そうです、弱ければ下。そうです、そうです、それが当たり前。そうですね、自分が見てきた中ではそれが主流というか、そんな感じのイメージが強いですね。その国の違いですかね。一時モンゴルの時代があったじゃないですか、まあ、ヨーロッパもアジアもほとんど大陸制覇した時代があって、誇り高いチンギスハンの時代からのあるんで、俺たちはすごい民族だっていうのもやっぱ自負されてるんで、だからモンゴルが日本を攻めようとした時に中国に船を作らせて、それが日本向かってる時に適当のな適当に作られた船なんじゃないですか。それがやっぱ台風とかで一気に沈んで何百人で死ぬわけじゃないですか。そういう話とかすると、あれは日本に負けたんじゃなくて台風に負けたんだとか、そういう言い方されるみたいですね。やっぱ結構そういう話で言い合いになったりすることもありました。神風が吹いたんですね。そういう話でこう民族的な喧嘩になったりとかするんですか？民族的な喧嘩というか、自分のうちの兄弟子には高野岩崎がいたんで、そういう話とかした時、高野岩崎も熱くなる方なんで、はい、よくそういう話したりしましたね。いわゆる歴史認識の違いとかもありますもん ね、はい、ね、自分が思うに戦争自体もどっちかが悪いっていうよりかは、こっちはこっちの正義、正義のぶつかりだと思うんで、喋っててもそう思いますね。やっぱ自分らも日本国っていう、この国に生まれた人間としては日本が正しいっていう自分らの正義もありますし、あっちの国にはあっちの国でやっぱ正義があるんで、自分も一時右だ右だっていろいろと言われましたけど、日本を好きでいて右だって言われる分にはもうしょうがないかなと思いましたね。日本が好きだからっていうか、日本を守りたいからって言ってるだけなのに、今日本のメディアだったりとかも反日メディアばっかりで、NHK ヒットに。そうですね。でも NHK でやってるのすごいですね。そうですね。その唯一 NHK で見れますからね、はい、受信料を払わなくちゃいけないですね。自分の家も何回も来ましたね。来ました。テレビあってもないですって言って聞いちゃいましたけど。そうです。横綱白鵬にはまあ品格というか品位を持って、やっぱ日本の国技やってる以上はそう言われてもしょうがないかなと思います。そこはやっぱ求められるものだと思います。プラス今のその相撲協会の姿もやっぱ変えていかなきゃ、はい、本来の相撲にならない、はい、そういうことは多分高藤力樹のチャンネルで多分全部言ってるので、いろいろ勉強になりますよね。高藤力さんの YouTube、はい、詳しい話いっぱいありますので、身を危険にさらしながらやってるんで、もう全部言ってますもんね、名前も全部暴露してますもんね、はい、高藤力チャンネルぜひご覧になっていただいてですね、はい、よろしくお願いします。じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。桂高志ギャングスター、昔と命は一瞬めくりめくって今は全な気分浸透、目逆欲望捨てたら揃った好奇心層、過ぎた昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業だサグライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。Right.